後3ヶ月のヨガ、ご出産おめでとうございます。三鷹市助産師会です。今回は産後ヨガをやっていきたいと思います。一ポーズにつき5回ぐらい動画をストップさせてやってみてください。まず呼吸法からいきます。足を肩幅に広げていただいて、息を吸いながらお腹を膨らまします。息を吐きながらお腹をへこませて全部息を吐き切ります。胸のおっぱいの分泌を良くする運動に入ります。息を吸いながら両手を上に上げていきます。指を上で組み、組んだ両手をひっくり返して息を吐きます。息を吸いながらその手を頭の後ろに組んで、息を吐きながら左に倒れます。息を吸いながら元に戻します。反対側も同じようにやってください。次に腱鞘炎予防の体操に入ります。左手をパーにして立てて伸ばし、立てた指を右手で自分の方に引っ張ります。今度は手のひらを下げて右手で自分の方に引っ張ります。反対側も同様に行います。次に腰痛を軽減させるポーズに入ります。足を大きく開き、左足を外側に90度、右足を内側に20度回転させます。右の手のひらを上に向け、両腕を一直線になるように上げていきます。息を吸いながら元に戻ります。反対側も同様にやっていきます。ここから赤ちゃんと一緒にやっていきます。四つん這いになります。足は肩幅よりかやや広めに広げてください。息を吐きながら背中を丸めていきます。息を吸いながら元に戻していきます。続いてバランス、息を吸いながら左の足と右腕を上げていきます。息を吐きながら元に戻します。反対側も同様にやっていきます。続いて正座になっていただいて、胸を赤ちゃんの方に近づけて手を伸ばしていきます。このまま起き上がっていただいて、両足を少し開いていただいて、つま先を立てて息を吸いながら両膝を伸ばしてお尻を上げていきます。息を吐きながら体を後ろに引き、体重を移動させていきます。そして息を吐きながら両膝をつけて元に戻ります。今度は仰向けになります。膝を立てて赤ちゃんをお腹の上に抱いてください。頭と両肩は床にしっかりつけて、息を吸いながら上半身を持ち上げます。肛門を引き締めます。息を吐きながら元に戻していきます。かかとをお尻に近づけます。息を吸いながらお尻を持ち上げます。息を吐きながらお尻を戻します。赤ちゃんの視線が位置が変わって喜びます。月と太陽の呼吸に入ります。あぐらを組んでいただいて、右の人差し指で眉間当てていただいて、左の小鼻から息を吸って止めて、右の小鼻から息を吐き出します。右の小鼻から息を吸って止めて、左から息を吐き出します。何回か繰り返していただいてリラックスしていきましょう。最後に余裕がありましたら軽く目を閉じて瞑想に入ります。三鷹市助産師会産後ヨガクラスでお会いしましょう。